マットモゴーヒストリー。2代目マットモゴー、スバル、レガシー RS タイプ RA、C 型、後編。そんな車ライフを満喫していたある日、当時神奈川の大学に行っていた友人と、ドライブに足柄山のあたりの林道に行った時でした。ハンドルを曲げたままカーブでアクセルを戻した時に、バキン。ガラ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 とイオンが。すぐに何かが壊れたことに気づいたのですが、どうも二速に入れると音がする。とりあえず自走はできるので二速を使わずその日は帰り、翌日、前のオーナーがメンテしていたカーショップに持ち込み見てもらうと、二速ギアの破損とのこと、そのまま車は入院してしまいました。後で分かったことなのですが、この頃のスバル車は、ガラスのミッションと言われ、メインシャフトに直接ギアがある二速が壊れやすい。特に強化クラッチや機械式 LSD を入れるとギア操作はかなり慎重に行わなければいけなかったようです。勉強不足でした。知らないよそんなの。2週間後、修理が終わると料金は13万円。ガン。もはや貯金は底をつきました。そんな中、時期は年末。学校は冬休みに入り、修理の終わった車で初めて実家に帰省しました。せっかく免許と車を手に入れたので、地元の友人とドライブに行こうと思い、地図からダートの林道を見つけたのでそこに向かいました。友人が6点式シートベルトを気に入って装着していたのが懐かしいです。今ではほとんどの林道がゲートがあって進入できなくなっていますが、当時は入り口に一般車通行禁止と書いてあっても入れるところが多かったです。林道に到着して、ダートを数百メートル進んだ時、林道関係者のトラックに追いついてしまい、さすがに怒られるかなと思ってすぐ引き返した時でした。カーブの先からバイクのモンキーが現れたのです。結構スピードが出ていたので、もう避けられない。必死に左側に少し草むらスペースがあったので、そこに急回避でハンドルを曲げた時でした。草むらの中にちょうど片輪走行をするような三角の岩が隠れていて、それに左の前輪が乗り上げた瞬間、ガッシャーン。なんと、左の前輪が浮き上がり、車が270度切りもみ状に回転して、カーブミラーの支柱に引っかかって止まりました。真横になった車は、横の窓が左右とも抜け落ちていたのでそこから友人と脱出しました。その頃バイクに乗っていた人が崖からよじ登ってくるのが見えました。友人が窓から脱出する際、破片で少し手を怪我しましたが、バイクの人も無傷で、その後の私の人生でもたびたび起こる最初の不幸中の幸いでした。バイクに損傷はなく、落ちた崖も浅く、すぐ登れる高さであったこと、私の車が競技用でロールゲージが組まれていて、友人が6点式のシートベルトをつけていたことが幸いでした。しかし車は真横になっていて、どうしたものか、と思っているところ、バイクの方が、レッカー屋を知っているから呼んでくれる、ということで呼んでいただき、クレーンで引きずり起こしてもらいました。その後、バイクの方に謝罪とお礼をし、友人とレッカー屋の車置き場まで運んでもらいました。左右のガラスとドアミラーはなくなり、前のガラスはひびが入って屋根がへこみ、エンジンもかからなくなっていたので、放心状態のまま廃車することに決めました。翌日行った時にエンジンはかかったので、屋根やドア、ガラスやドアミラーを修理すれば、まだ乗れたのではないかと、今でも悔やまれます。チャンネル登録よろしくお願いします。マトマチャンネル。